はい、どうもカズワンです。そしたら難易度2じゃない混ざっとゴトイタツレジバスね、難易度13特務、はい、2のやっていいと思うんですけど、それの第3フェーズからやっていきたいと思います。ハンニバル、シリュー、マグマ適応型、グボロゴボロと各一体の撃破でございます。じゃあ行きましょうか。まあね、黒ブラッドアーツ使ってるんで、まあすぐ終わるでしょう。とか言って前回ボコボコにされた覚えあるな。誰から行くべきか。誰からこの恨み晴らざるべきか。じゃあ、シユ、君がターゲット。いやあ危ねえ。君がターゲットさ。ははしゃ。いきなり入れる。いきなり入れるんばー、おいよ。さあ拳に入れていくぜ。これは波動拳か、波動拳、真空波動拳とかじゃないけど、はい、はい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 、よし行くぞ、どんどん行くぞ。噛みついてオラクル、ちょっと待って。ね、ちょっとねラグ、全然ボタンの効きが悪い。待ってくださいね。よし、戻ったかな。はい、オッケー、大丈夫やな。これね、この伝わらないけど、ラグいやつね。うわ、当たったか。当たった。もう、これ、ぜひとも伝わってほしいな。このラグい感じ、伝わってほしいな。もう、見てる人からしたら、あんま関係ないことですけどね。こうやって実況を撮ってる人なんかは、結構ね、分かってくれたりするんですよ。このラグい気持ちね。ラグい気持ち。はい、C 終わり。早いね。C は HP 結構低いな。よし、じゃあ次。次はてめえだ。グボロゴブロ。マグマ適用型、グボロゴブロ。こいつは尾びれが弱点なのさ。尾びれに黒ブラッドアーツをどれだけ入れれるかが鍵かな。ここ入れる。あい、入ってない。全然入ってない。あー、ガードしとこう。ちょっと待って、今。ダメやったやつ、ね、今のは。なんとかなるやろう。うわ、怒った。激怒や。おい、入れたぞ。ちょっと待って、これ、何が入ってくる？確か、こいつらだけのはずやんな。はい、オッケー、いいよ。あー、なんか俺、ちょっと酸欠だとな、俺。なんか頭クラクラしてきた、これ。いや、もうこの、パートはちゃんと取りますけど、ちょっとね、頭クラついてますわ、これ。まずいな、これ。あー、ごめんなさい。だからちょっと集中力切れとったんかな。おー、グボロゴブロ、もうあるぞ。ちょっと待って、なんか違うやつにバレと。俺違うやつにバレと。よし、これを入れれば終わり。ドン。はい、オッケー。そしたら向こう行こうな。確か多分あれ、シーユやろ。やっぱそうやな、シーユやな。よーし、ハニバルちゃん。うわー、ミスった。お、バレた。まあ、そらバレるわな。はい。いやー、もう、裏剣やめて。裏アタックやめて。痛い。いけるかな、これ。入るかな。移動するな。オッケー。もう一丁移動するなよ。オッケー。じゃあもう一丁行こう。ある限りは使いたかった。めっちゃ移動する。ああ、これミスや。俺のミスや。完全に敵の行動パターン読めてないもんな。じゃあいけるぞ。ドン。どんどんどん。どんどこどん。懐かしいな、どんどこどん。山口さんやろ、山口さん。グッサンですぜ、グッサン。ここや。ここに入れれる。こっち向く、向かない。そこでバックステップかよ。マジかよ。あー、ごめんなさい。レベル2が消えた。あー、もう完全に何も見えてない、これ。あーって感じや。ほんまにあーって感じや、お前。ちょっとお前をやれば終わるんや。終わるんやから、どっか行かんとって。ちょっとじゃあ入れるぞ。はい。はい、もう一丁行くぞ。どんどんどん。はい、今のは完全にブラッドアーツ、オーラクルポイントがなかったで、これ。もう、これであるやろ。はい。
あ、まだまだすか、まだすか、ハニバルさん、ハニバルさん、まだすか。はい、終わり終わり。はい、じゃあ帰ります。はい、帰ります。あー、危なかった。ハニバルの顔、ハニバルの顔ね、このやられた時の顔ね。なるほどなるほど、結構可愛いやんか。お、支援効果発動プラス1。いいすな、いいすな。お、いいすな、いいすな。この黄金パターン来たぞ、これ。支援を上げて、入手を上げて、レア度も上げると。まあ、しかし、いまいちいいもんが手に入ってないと。AP が、うららちゃん156か。結構入っとうな、結構入っとう。よし、じゃあ、第2フェーズ、ちゃう、第4フェーズ。ウコンバサラ、ハガンゴンゴ、役者、各一体、討伐。行きましょう。ハガンゴンゴか。役者ウコンバサラはいいけど、ハガンコンゴーか。で、ラストが、何やったかな、ラストマグナガベインやったかな。マグナガベイン、久しぶりやな。一気に相手するパターンのやつかな。じゃあ、俺こっちから行った方がいいかなと思う。向こう2体重なっとうからな。まあ、結局は2体相手しなあかんねんけど。多分ね。ウコンバサラちゃん。先生、噛みつきを決めさせておくれ。はい、オッケー。突撃ね。いきなりの突撃ね。違うかった。噛みつきやった。尻尾アタックからの。あー、そうか。役者か。役者やから。あー、忘れてた。あー、まあ、いや、結局2対1になんねんな、これ。向こう行ってもこっち行っても。うまいことできとうわ、これ。マジでうまいことできとうわ。あっと、ハガンコンゴまで来たぞ。あ、ちょっと待って。ん？役者？どこ行くの？役者ちゃんは。ウコンバサラちゃん。ウコンバサラちゃん、どこ行くぞ。あー、待って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 。あぶねえ。ウコンバサラちゃんや。お前、それはやりすぎやで。さあ、こいつをちゃちゃっと終わらせるぞと。わあ、いで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 。つれえな。つらいねえ。つらたんつらたん。よし、この辺。いける。ドーン。オッケー。いやー、これなかなか当てるのも。うん。お、ちょっとちょっと、危ない危ない危ない。役者がもう狙い撃ち状態やったんやけどな。いけるぞ、いけるぞ。俺何やってるか分からんけど、インパルス1、やっとった、実は。画面外でやるっていうね。あの、視聴者の皆さんも騙すっていうやつね。そういうスタイルでやっていこうと思います。嘘、冗談冗談。それは嘘ですよ。よっしゃ、行くでいい。おう、待て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 、痛い。当たっとる、当たっとる、当たっとる。しゃ、ダウンしたぞ。ハガンコンゴーさん、ダウンしました。じゃあ、俺はやっていこうと思います。行ってや、え、食ってやるよか、行ってやるよって言ったから、お前さ、あの、起き上がりからさ、攻撃が早いんやって、お前。さ、結構点滅入ってきたから、お、ホールドいいね。あざーす。あれダメージが全然入ってねえ。あ、待って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 。待ってくれ待ってくれ、ハガンコンゴーさん、ハガンコンゴーさん、待ってなさい待ちなさい待ちなさい。ああ、そっちじゃない。ああ、ミスった。ああ、もうミスった俺。ああ、いろいろミスと。待て待て待て。よっしゃ、止まった止まったはいいけど、俺一人やん。俺一人じゃないですか。よし、この辺こっち向くやろ。ドン。うわ、ひるみなしか。よし、おお、ナイスナイスナイスダウンですね、これは。これは、これは、もう破滅や。ハガンコンゴーさん、終わり。イェーイ、イェーイ、いいね。最後のこの15600ダメージで、点滅を1個飛ばすっていうね。そういう仕様やろ。あ、ちょっと待って。許してや。許してくれや、みんな。俺が攻撃したからって。まあ、怒ってはないか。お、いいね。チャンスインタイム。ドン。よし。もう終わるかな、これで。はい、終わりー。いいね。ええ調子やね。よし、じゃあ帰りましょう。タラタン、タン。みたいな。よし、特務も結構クリアしてきたぞ。お、いいね。支援効果発動プラス1。これがあるとね、便利なんですよね。無茶しねえでくださいね。入手アイテム。じゃあ、消費アイテムも結構ね、回復上 S が、合成で作ろうとしても結構めんどくさいんで、こういうところで手に入れておくと便利かな。あー、違うかった。はい、消費アイテム入手が、柱やった。
回復上 S じゃねえ、難易度13やからかな。 S って結構重要やねんけどな。はい、じゃあマグナガウェイン1体と極地型混合2体いきましょう。トントントンといこうかな。はい、混合はマグナガウェインもめんどくさいけど、混合もめんどくせえなあれ。うん、結構めんどくさい類かな。あー、結構一気に相手するパターンのやつね。ちょっと相手の行動を見ながら、そっち向く、そっち向くって、あ、ごめんなさい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 。ってことは、こっちの混合を一体やるのが、ええかな多分ね。ちょっと待って、そこにいなさい、そこにいなさい、混合さん、そこにいなさい。よーし、オッケー、いいよ。そこにいればいいんだ、君はそこにいればいいのさ。あー、硬いよー。あ、ミスった。ミスったー、今。俺今、回避ボタンと攻撃ボタン普通にミスったぞ、今。4段発生じゃなくて回避しようとしたのさ、俺は。ミスった、ミスと。もうほんまミスとは。よーし、いいぞ。でもいけるぞ。全然尻尾いけねえ。はい、尻尾破壊。怒るかな？怒らんかな？怒らんか。今、怒り活性抑制になっとんかな。いや、違うんかな、なってないかな。あ、じゃあ、破壊、結合破壊活性抑制やったかな。何やったかな、忘れたんだ、名前。よーし、オラクルポイント結構溜まってきたぞ。これはいい傾向やぞ。ここで入れて。はい、いけるぞ。あー、いまいちな入り方やったかな。あー、いける、刺して。オッケーオッケーオッケー、1万7000ダメージ入った。もう倒した、はえー、1万7000入ったらそらいくか。よし、じゃあマグナガメイン行こう。あんまりどっか行くなよ、あんまりどっか行くなよ。よっしゃ、いけ、チャンスタイム。あ、爆発する。おい、1万6000。よし、もう一回いけるぞ。ひるんでくれたらこっちのもんや。いってー、うーん、爆発する。おう、噛みついたけど、オラクルポイントはね、回収できるんで。お、アバドン。おい、逃がさんぞ、俺は逃がさんぞ。おい、オッケー、アバドン、撃破。あれ？違うやつが。じゃあまあ、こいつからやるか。こいつからやります？リザーブしたい。めっちゃリザーブして。オラクルリザーブ。よし、じゃあこいつから。いやー、マグナガウェインからやるべきかな。うん、これは、ごめんなさい。マグナガウェインからやりましょう。あー、爆発する。爆発するし。あー、だる、オートシエル、おったー、間に合わへん。あー、間に合わんかったか、今。いけるかな？あー、ちょっと待って。間に合わず。これ、入れるん結構めんどくさいぞ。ほいほい。だから、ひるみを取って、こっちに誘発してから入れるのがいいんかな？いっさ。マグナウェイ、めんどくせえこいつ。いける、いって。まだ入らんか、これ。あー、難しいね、こいつ入れるん。よっしゃ、固定破壊。こっち、お、怒った。よっしゃ、もう一発入れれる。あー、避けられたー。そういう避け方するか。ちょっと待って。あー、ちょっとね、噛みついておきたいのよ。オッケー、フロストクラッシュちゃ、うん、あとな、フロストクラッシュ。あー、ちょっと待って、これは後ろから近づいてブラッドアーツを入れよう。はい、こうやな。よし、いける、ドン。オッケー、いいよ、完璧。で、ドン。さらにもう一発は入れれんから、こういしよう。よっしゃ、マグナウェイン撃破ハート。うん、引かせることって大事やな、やっぱり。うん。捕食の間にブラッドアーツを狙う。こういう動き回るような敵はね。それまでダメージは与え続けんとわかんねえけど。でもね、一回ひるまして、引かしてしまえば、うん、全然問題ないかなと。あんな感じでダウンも取れるし、1万3000ダメージかな？もう入れれるし。っていう感じで。
まあ、これはちょっといい感じの見本が見せれたかなっていう、まだまだね、コメントいただいた方でも、今日買いましたみたいな、今日から買って始めてみましたみたいな人も、まあ、ちらほらおられたんで、まあ、それのね、参考になるようなね、動画作りっていうのもね、できればしていきたいんで、なっとんかな？なっとるのかね、これは。はい、終わり。皆さんもね、普通にね、クリアしとか、まあ、あんまこういうアクション系が、まあ、嫌いって言ったらおかしいけど、苦手でもないけど、まあ、得意でもないっていうのは、まあ、自分みたいな人、いると思うんで、そういう人にはね、これぐらいのね、おー、取得 AP アップある。あ、個人取得 AP か、これ。ダメやん、じゃあ、レア度アップさせとこうかな。春の方で行こうかな、ほんじゃ。それでね、ちょっと話戻りますけど、そういうね、あんまりこう、普通ライン。精鋭部隊が手に入った。オーラケイ。これで特務が50回クリアっていうやつかな。結構右往左往しそうな話が。特務50回とりあえずこれでクリアしたみたいなんで、精鋭部隊手に入りましたね。で、あとは50回ぐらいやって、特務を100回クリアしたっていうやつをね、出せば OK っていうやつです。で、話戻りまして、もう一回戻りますけど、まあそんなにね、ゴリゴリにやり込まないっていう人も、ここまでね、結構楽しめるんで、今パート145ぐらいかな ?144、5ぐらいやったと思いますけど、これぐらいはね、全然楽しめるんで、まだまだね、自分もやってないこといっぱいあるんで、まだまだ続くと思いますけど、どうしようかな、これ、このゴッドイーターの終わりってどこになるんやろな。とりあえず、今トロフィーコンプは目指してるんで、まあそこは、まあ、確実にね、抜けていきたいと思います。はい。で、まあ、あとは、ソロか、まあ、自分のプレイスキルが全然向上してないんで、ソロで行くのめっちゃ怖いんですけど、まあ、またその辺もね、やっていこうと思いますので、最後、ケン君、全然動画のない、まあ、関係はあるか、関係はあるけど、ミッションとかもう全然関係ないところで話しとこうかな。まあ最後ちょっとグダグダ言いましたけど、これからもよろしくお願いしますということです。はい。ただそれだけです。僕が言えるのはそれだけなんで。はい、じゃあ今回はここまでしたいと思います。ありがとうございました。